ほい、皆さんこんにちは、小坂でございます。ファイナルファンタジー14続きをやっていこうと思います。さあ、アリゼンに話しかけて大迷宮マハブートの続きをやっていきましょう。レベル50クエスト、真実と決断、術中。どうにか地上に戻ってこられたようね。店員先は前と同じ北ザナランだったみたい。さっきは守ってくれてありがとう。あなたは先に砂の家に行ってウリエンジェに報告をお願い。私もすぐに後を追いかけるから。大丈夫、少し疲れたから休んでいくだけよ。そうだね、なんとも切ない。今回ホライズンから行こうかな。まあおじい様を慕っていたアリゼだからこそね、もうね、おじい様の本体の意思じゃない感じで喋ってるって分かってても、まあでもね、ネイルみたいに自我をまた取り戻す可能性が残ってるわけですから、なんともあれだよね。さあ、ホライズンから飛ぶのも結構ね、距離あるからね、どっちが早いだろうね、これね、悩むねマウントで飛んだ方が早いかな。早いような早くないような、皆さんどっちで行きますかね。前回私はね、あのリムサから船で行きましたけど、まあ意外とこっちでもなんとか早いかな。もう今飛べるしね、ここの辺りがね。さあ、砂の家着きました。中入ってウリエンジェに話しかけていこう。よいしょ、はい、入ります。砂の家がもうひたすらに懐かしい。ここでお話をしてね、一旦ね、間にクッション入れるみたいな感じですかね。英雄の凱旋、よくぞ戻られました。その目は使命を果たした者の目、拘束官は沈黙したようですね。しかして万事は無事にならず、あなたに落ちた影の理由をお聞かせください。はい、ここでコンプリートを押すとそのまんまお話進むかな。さすがにアリゼ来るかな。白銀の協調、ネイルバンダーナス、そして我が死が。それではルイゾワ様のエーテルはネールと同様に万神バハムートに取り込まれ、かの万神のテンパードになったというのですね。なんということでしょう。エーテルを束ねし虚構なる幻影とはいえ、ルイゾワ様と相対するは私でさえ耐え難きこと。ましてやアリゼ様にとってはいかほどか。この戦い、もはや協力を望むべきではないかもしれません。余計な心配は不要よ、ウリエンジェ。アリゼ様。私は奴らを倒すと決めた。それが全て。それよりも今回判明した事実を整理させてちょうだい。一切承知しました。報告から察するに、今回の要となるのは大迷宮のこの絵師となったネイルバンダーナスです。第六西暦末期、エオルゼアを生産と信仰せし、ガレマール帝国軍第七軍団の王座、それが白銀の協調こそネイルでありました。かの者の聖家ダーナス家はアラグの地を受け継ぐ一門、それゆえに月の衛星ダラガブの正体を知り、エオルゼア侵略に用いんとしたのです。しかし正義を司るスクリスタルタワーは当時まだ地中、ダラガブへの行進を試行錯誤するうちに、そのうちに眠る万神を目覚めさせ見入られたのでしょう。そして数千年の時を超えて万神バハムートの新たなテンパードが誕生したのね。
戦いに敗れ、その命はエーテルへと散ったけれど、バハムートに吸収され、エーテル界には帰れなかった。ネール、哀れな存在よ。蛮神バハムートのテンパード、それが奴らだけだったならいいのだけれど。ネールが言った愛しこらを抱くゆりかごという言葉、狂言と捨ておくには妙に引っかかるの。もし他にもテンパードがいるのならば、拘束艦を止めるのと同時にそいつらの排除も必要になるでしょうね。アリゼー様、ルイゾワ様にも引導を渡すと、そうおっしゃるのですね。しかし本当によろしいのですか。何度も言わせないで。万神バハムートとそれに関する全てを断つこと、それだけがおじい様を救うのよ。テンパードの件も含め、しばらくこちらで調査を進めるわ。次の作戦が立案されるまであなたは休息を取っていて。まだ気の抜ける状況じゃないけれど、お疲れ様、ミカサ。そうですか。あれから5年、もう行ってしまわれたと知っていて、なおこんなにも悲しいものなのですね。我が師ルイゾは、真理とは、真実とは一体何なのでしょう。これまでそれに至ることこそ、私たちシャーレアンの務めと信じてきました。しかしその真実が悲しみと絶望を呼び、他者を傷つけるものであっても、それでも明かさねばならないのでしょうか。それが君の決断だとでも言うのかい、アリゼ。ならば次は鍵を使うことになるだろう。ミカサでも暁の決命でもない、私たちが持っている真実の鍵をね。鍵は扉を閉めるためにもあるんだ。万神バハムートは閉じられるべき過去なのさ。後ろでね、聞いてたんですね。アルフィノとアリゼがね、話すシーンがあるのかなって思ってたんですけどね。さてどこまで進めようかなと思ったんですけれども、ちょっと短いですが、キリがいいのでワンクエストで、ね、終わっていこうかなと思います。次は多分ウディエンジンに話しかけることでね、進むんでしょうね。はい、これアルフィノがどういう風に出るのかちょっと気になりますね。というわけで今回はここまで。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。今日も朗読お疲れ様と思ってくださる方、ぜひぜひグッドボタン、あるいはチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のファイナルファンタジー14、あるいは他のゲームでお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。今回の動画いかがだったでしょうか。もしちょっとでも楽しめたよっていう方は、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。またね。